よっしゃろ。結構慣れると簡単だね。そんなに難しい作業ではない。で、空気こいつで空気抜いて、で、竹べらで跡をつける。切るためのしっかりした跡、縁のラインの後付けを折り曲げてね、しっかり壁紙を折り曲げると。で、こいつを定規として使ってカッターでカット。よし、はい、カット完了。壁紙また高さに合わせてカットしたら貼るだけと。貼りに合わせてこの2枚目以降はね、この貼り合わせ位置、ここを合わせて貼ると。下の白い部分が出ないように合わせて貼る。字が擦れないように後ろのシートを剥がしていきながら、最初の位置合わせたら大体擦れない、そのまま合わせながらシートを貼ると。いい感じだね。よし、はい、あっという間に2枚目完成。あと若干余ったね、この部分が中途半端だけど、まあ貼ります。貼り終えました。 15m でこんな感じに結構全面貼れましたね。ちょっと余ったんでね、中途半端になっちゃったけど、こっち2面半貼れましたね。なかなかね、木目もいい感じで、こんな感じですね。中途半端になってますけどね、ここら辺2日かけて、2日って言っても結局2面貼ったので、3時間ぐらいですかね。3時間ぐらいかかりました。最初ちょっとね、勝手が分からずに手間取ったんですけど、もう1面貼ったら大体分かりまして、その後はスムーズに行きました。楽天の壁紙屋総本舗という店でね、9800円で壁紙も、貼る道具もね、各種揃って9800円というセットがね、壁紙を貼り替えてみました。貼り替えというか上塗りですかね。壁紙の上から壁紙をね、貼ってみました。でもね、思った以上に綺麗にできていい感じです。もうパッと見だともう木目なのかなっていうぐらいので、あと足りないところもうちょっとね、壁紙だけ買い足して、もうあと道具が揃ってますんで、買い足してこの部屋全面いろいろ壁紙貼り替えてみたいと思います。9800円でこれだけでできるんだったらね、結構いい感じだと思います。もしね、壁紙張り替え検討してる方は参考になれば。